まあ、本当は AI って不便だよね AI の忖度に、ま、任せて山本の接待試みようとしたら大失敗に終わった連続だったなーっていうそうだろうな分かった人のために良かれと思ってやってる AI らしいけどさ AI か AI 人のために良かれと思っておせっかい焼いてくれる AI らしいんだけどさ 人の気持ち分かってんのって分かってなさそうだぜ、ね、多分今の若者より俺の気持ち分かってねえよなデジタルってなデジタル不便だよねっていうほ、うんと不便だとは思うけどあのこれねあこれおもちゃとか言われてるんだけど、まあ、今日は電池まだ入れてないんでまあ昔こうアダプターで使ってたけども。 アダプタ本当はシーケンサー使う。まあ、シーケンサーには計算機能があって、まあそれ、それを教えるね。ドミソってここドなんだけど、ここドね、ここド。ド、ド、レ、ミでしょ。ミ、そう。これがトライアド三ワン。C のトライアド三ワンで。 この、このコードで、基本的に使うおも、まあ、理論的に、まあ、よく使われるスケールっていうか、音階は、もうここの白い鍵盤でいいんだな。うん。それで、他の、例えば A のトライアド3話音だったりすると、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、ラでしょ。ラが A だっていつか言ってるよね。ラね。 だから、どより12344度下がった音が、まあ、ここはラなんだけどここのトライアド3オ音のポジションっていうのはまあ、こっちであるねこうなんだ黒い鍵盤入るそうするとスケールもこのトライアド3オ音で使っていいスケールも全然変わってくるんだけど。 そうだから鍵盤って結構面倒くさいあの <coughs> 山本っていうおっさんはギター持ってる時はどのキーでもいろんな同じスケールの音出せたよねってでも鍵盤の場合ポジション変わると押さえ方変わるんだよねスケールは同じでも。 そのキーが変変わわるともううポジション変わっちゃうてだからギターの方がすごい便利なんだよね楽チンなんだよあのスケール変えた時にね転調した時にねちょっと音の高さ変えた時にこの高さでも同じポジションでスケール弾けるから一つのポジション覚えてればねスケールのポジション覚えてればあの鍵盤の場合もうキーが変わったら全部ポジション変わるからスケールの。 それに合わせていろんな和音をこれ以上のもっと難しい複雑な和音を覚えなきゃいけないんですーっごいめんどくさいんだなだからお稽古事でそんなに難しくなくてもっと早く上達したいっていう早いとこ弾きたいなって実際その実際の演奏でねやりたい場合はギターの方がすごいあの多分俺は楽チンだったんだよ、ねまあ あの女の子とか、まあ、特になにまあ何前も言ったけど日本でもあのピアノ教室に通う男の子っていうのは俺ら世代は特に少ないし俺も通ったことないからあのピアノ教室とか、まあ、こういうエレクトーン教室とかあったんだけど行こうと思ったけどまあ当時は女社会だ <laughs> 女社会っていうか女の子の。 楽器としてなんかそういう偏見じゃないけど、まあ、な女の子が得意な楽器だったんだけど、まあ、今ギターの上手な女の人たくさんいるから、まあ、俺ら世代からあとぐらいでの人でね、まあ、もっと前の人でもいるよ、まあ、前の世代の人でもだけど、まあ、俺らの国とか西側社会からでは鍵盤楽器っていうのは女社会の。 女社会って言っちゃ悪いんだけどかといってバンドで女の子がこう言ってるんで言ったらボーカルかもしくはキーボード担当っていうことが多かったからキーボードイコール女の楽器っていうまあその楽器にジェンダーあるのっていう、まあ、男女がなあるのかっていう話になるからまあ多少あった時期があったんだなまあ今男。まあ、昔ででも男の人で 鍵盤楽器の上手な人はいるんだけどねいるんだけどこれまあ教室の生徒さんで多いのは女の子が主だったん鍵盤楽器の俺ら世代はね今ギター教室でも女の子たくさんいるとは思うんだけどまあ俺なんかならなくてもできるよって言ってんだろうけどまあ俺は最終的に7月以降にあの打ち込みの授業ね 打ち込みのまあ主にドラムの打ち込み結構所望されてるのかなドラム以外はあのあんまり俺のセンス求められてないかとかいろいろあるんだろうけどまあサンプリングならサンプリングのもっと上手な教え方の先生いるかもしれないけどまあ俺は総合的にいろいろ総合的な観点で教えてあないんでまあ実際 あの、54歳の幼稚なおじさんねあの、成長しきれてないおじさんに習うのは不本意かとは思うんだけど年とともにやっぱり成長した部分多少あって音楽ジャンルの幅の広さと聴くジャンル特にね演奏するジャンルも他の人よりは幅があるのかなこれ一筋って人よりはね一筋ですごい俺よりすごい人もいるかもしれないしいやー ここの分野はド,ドラムのぶ打ち込みの分野は山本にかなわねえなって人もいるかもしんないんだけどまあこれ以上あのなそうそれで先輩特許はそんなにいち早くみんなに広めたくないっていうか一応まあ直伝の弟子っていうかまあほにマンツーマンでフェイストゥーフェイスで顔合わせて。 あの作業する人とやりたいからあのアメリカ行きたいのかなっていう忖度があったとしてこれ政治まで動いてたらどうしようとか思ったんだけど実際動いてそうだぜっていうなトランプ大統領やジョー・バイデンやなそで忖度の仕方だいぶ間違っちゃったけどなっていう AI 以上にな人間が考えてもな AI に心理学のソフトを詰め込んでも俺のトリセツはまだできてなさそうだなっていうまあ音楽ジャンルの幅と女性の好みの幅はだいぶ広がったっていう年齢とともに、ね、そこら辺成長の具合がうかがえるんだけどそれ以外は全然もう子供っぽいおじさんだからまあ若い人と作業したいなっていうのはあるんだ。 だから、若い人がいきなり、あのー、俺に対して大人っぽい対応で、あのー、接,さら接,接してくると仕事だからってうんで仕事らしくっていうビジネスマン対応されても俺は音楽一緒にやるミバンド仲間って結構、まあ、そんなになビジネスビジネスとかいうよりもやっぱ本当出したい音だけが集まってやる。 世世界だったし、俺ら世代はねまあ君らの世代もそうだろうし同世代が集まったらやっぱタメ口でやってるだろうからまあんでまあいろんな忖度のおかげでいろんな勢力がいろんな力関係がな動いちゃったかもしれないし動いてないかもしんないんだけど動いちゃってたら本当、申し訳ないんだけど。 あのビジネスに役立つんじゃねえかと忖度しちゃってな。だけどまあお金の提示をいくらアメリカからされてもまあヨーロッパだったりすると社会保障まあまあいいんだろうけどその代わり税金高いなとか言葉的にどうすんのイギリスなんかブレグジットで EU 脱退しちゃったじゃんせっかくあのフランスまでドーバー越えてあの地下の あの、鉄道で行けるようになったのに EU 脱退したよな英国ら。それでヨーロッパ地続きで結構もうあの、ビザとかそういう手続き楽だったんだけど社会保障良かったんだけどまあ、英国の道は閉ざされたっていうなブレーやしブレーであれだあれだっけブレグジットはああ、あれだ <laughs> 俺と一緒の寝癖のおっさんね。あの、 誰だまあすっかり忘れた。俺彼女の方がタイプなんだよあの色気っていうかまあた,ただいあの <coughs>、見た目のル,ルッキズムの関係でルッキズムいやルッ,キルッキズム的にあのあいつの,なあの寝癖のおっさんの忘れちゃった名前な彼女はキャリーって言うんだけどキャリーキャリーっていうあの、ガールフレンドの奥さんの方が一番最近のあの子はルックスは好きだけど まあそいつの奥さんだから残念ながらなってでまあそのその時のブレグジットの時のブレグジットって EU 離脱政策のことなんだけどまあせっかく便利なヨーロッパって社会保障ちゃんとしてんのにまあ税金高いけどね生活するの難しそうとか思ったんだけどまあ英国は除外されたその時 あ、これダメだだっったんだなと思ってちょっと読みが俺の読みが悪かったのかその時の英国師匠の読みが悪かったのか、まあ、ちょっと英国はせっかくのチャンス俺が逃したのかな英国が逃したのかなって感じなんだけどまあ行くことは旅行でも行くことがあったらまあ移民の皆さんに会いにまた伺おうかなとは思うんだけど。 別に英国白人の大多数のあの一般的なな英国のレコード会社が売りたいような音楽は俺全然好きじゃないんで分かっててだろうってい、ね、うまあそれでそうそうフランス最近よく言うねえっていうこのトリコルールから青白赤 <laughs> うち床屋さんだからさサインポールっていうのがある回ってんのだから。 なんかサインポールの色だとか思ってまあうちの実家床屋さんだからでまあいやそんなことはないんでフランスっていうのはアフリカを植民地にしてたことが多いし他の国の意味もアラブ系の意味も多いし食い物もうまいんじゃないかと思ってなフレンチ料理はあんまり食った経験ないほとんど食ってない一緒のうちで2回か。 わかんない本格的なフランス料理って言っても初心者コースの料理みたいな、まあ、いわゆる下ベラベラロムニエルみたいなあの初心者が俺ら世代の初心者が食うようなフランス料理を1回か2回食ってくれてもうそんなにフランス料理は食うってことないんだけどフランス移民の人たちとかフランスの植民地の人たちとこから移民してきて人たちの食事うまそうだなと思ってる。 うんアラブ系の料理も食えるし、まあ、アフリカのも食えるのかなとか、まあ、珍しい料理好きだからあの臭い匂い嫌いな人は日本人は多いんだろうけど俺は結構あの生活感ある匂い大好きなんであの料理なんていうの、まあ、定食屋の裏のそういうポンと匂ってくるようなああいう匂い 別に全然何とも思わないし、その方が生きてるって感じ、人間らしいっていう、デジタルって感じじゃなくて、人間が生きて生活してんだなと思って、どんくらいあのデジタルの忖度と的が外れてねえかなとか、そんな人間って実は変わんねえけど、デジタルってかなりセオリー通りにしか動かないから、ちょっとな。<laughs> だから、まあ、まあ、ある程度、まあ、 移民たちのセオリーを俺が TPO っていうのタイムプレイスオーケーオーケーセックでオーケーションから何か、o、っていうのはなんか分かんないんだけどその王っていうのは何よタイム寄りの王なのプレイス寄りの王なの王っ時と場所と場合みたいな感じなんか用とか場合かなんか王っていうのかな TPO ってああこっちからから TPO って言うんだけど まあどっちでもいいやまあタイムプレイスピッが俺実ははっきり覚えてないんだけどまあオっていうのは多分な T T よりの O もあったり P 寄よりの O もあったりまあ T にとっても P 寄よりの T もあったり P も P よりの T もあったりとかわかんないなタイムプレイスオケーションなわかんないなわ <laughs> かんないんだけどはっきりあの単語覚えてない。 <laughs> あんまりね中学卒業の資格しかないから、ね、だから TPO に合わせてその風習があるじゃん移民,移民の人たちの生活集会にあここら辺こういう人がいるからこうなんだなと思ったらこそこを歩いた時にまあこれ何食うかなとかまあとりあえず食わなきゃ死ぬんで食うの大好きなんでまあいろんなものに挑戦するんだなまあ心理さえしなければ ここニキビできたけどぶん俺のアレルギー物質を熟知したなんか反対勢力が俺にそれ暗殺計画でねちょっと懲らしめようと思ってやったんだとは思うんだけどなあの持ったんだと思うんだアレルギー物質をなこれあれだよね味は嫌いじゃないけど俺はあんまり食うとなちょっと拭き出も出たりとか頭痛になったりとか。 まあ、いろんな呼吸関係とかアレルギー反応出るんでまあ,あのスパイじゃないけど、まあ、産業スパイのやつがいたのかなまあなそういう暗殺計画 <laughs> と暗殺しようとまでは思わないけどちょっと混ぜてやれよこのアレルギー物質をやっていうもの食っちまったかもしんないで、ね、ここ数日間でまあしょうがない死ななかっただけよかったと思って。 まあ、その忖度っていうかな AI の人のためによかれと思ってるらしい